ちは、萌子です。買ってきましたよって、やつを買ってきたよって。顔認証してるじゃん。なんかこの名前もわからないマーメイドのことを顔認証してるじゃん。私より人間だっていうわけ。めっちゃメロンのいい匂いするんだけど。今日はスタバに行ってまいりました。スタバで買ってきました。メロン、なんだっけ、ザ・メロン・オブ・メロン・フラペチーノ買ってきました。あとこのなんかストロベリードーナツみたいなドーナツも買ってきました。もう美味しそうすぎる。美味しそうすぎてやばいよ。匂いがやばいのよ、どっちも。もういちごとメロンでもう食えそう。ということで今回は皆さんから募集いたしました恋愛で学んだアドバイスを頂戴しました。さあ、アドバイスが欲しいわけ。なんでってさ、今別に今のところ恋愛もしてないんだけど、アドバイスだけは一番に欲しいわけ。でさ、これさ、見てくれてる人もさ、役に立つかなと思って、素敵な素敵なアドバイスたちがね、今恋愛で悩んでる方もさ、役に立ったらいいなと思って、質問してみました。そしたら皆さん本当にいっぱいありがとうって感じで、たくさんくださったので、紹介していこうと思います。この先生たちのね、素晴らしき先生たちのね、アドバイスをね、いただこうと思う。いただきまーす。メロンなんだけど、やばメロン感やば。メロンの個体が入ってきた。いただきます。これめっちゃ良くない？相手のことは変えられない、自分が変わるしかない。いや、ほんとそう。マジでさ、相手のことをさ、コントロールしようと思う時ってさ、ほんといい結果になんないよね。相手もさ、人間だからさ、相手も生きてるからさ、伝わるんだよね、絶対大体。だからそういうの伝わったらさ、うわって離れていくよね、やっぱり。で、私が変わったら相手も変わるみたいなとこあるしね。最初が肝心って書いてある。待って、最初が肝心って何？最初がどのように肝心なの？どうしたらいいの、最初。なんかルールブック欲しい、最初の。何？どうやってやったら最初正解なの？結局素直に言えない、伝えないと伝わらなかったとかさ、察してちゃんはやめる、黙っててもいいことないよとかさ、相手に合わせるのは自分らしくあるべし、もう超大事じゃん。でもさ、なんでさ、なんか恋愛ってさ、最初の方だけかもしんないんだけど、相手に合わせがちみたいなとこあるよね。好きだった人とかに合わせちゃう自分がいて、いや、なんか何でもいいよみたいな、よくねえって。よくねえって。なんなんだろうね、なんでさ、合わせた方がいいって思っちゃうんだろうね。別に良くないじゃん、合わせた方が。なんか自分らしくいる方がさ、それでダメだったらさ、もう多分合わないってことじゃん。なのにさ、なんでちょっと偽っちゃうんだろうみたいなさ、なんでもいいよみたいな、良くねえよみたいな、何がいいんだよみたいな、何一つ良くねえよみたいな。相手にあまり期待しすぎないことが大事だと思ってます。いや、本当にそうよね。勝手に期待して勝手に傷ついてんだもんみたいな。自分を持つことって結構大事よね。相手にさ、合わせちゃうとこってあるけどさ、でもさ、自分の人生だからさ、自分に合わせない。何、自分を持ちながら恋愛するのがマジで大事よね。待って、もう同意しかない。これに相手の気持ちを考えること、それは絶対大事。それも絶対大事。相手のことを尊敬できなきゃ続かないと思う。熱く語る男ほど信用ない。熱く語る男ってどんな、なんか松岡修造さんみたいな感じ。俺はやるんだみたいな。なんか夢を語る男性ってことかな。どうなんだろう。あ、でもあれかな、なんかその語るんじゃなくて黙々と行動してる人の方が信用あるみたいなことかな。語るだけの男性はなんかそれに酔っちゃってるみたいな。モヤモヤすることは友達に意見求めないで本人に言う。めっちゃ大事じゃん。めっちゃ大事じゃん。そうだよね。なんか友達とか優しいからさ、優しいこと言ってくれるけどさ、本人に聞かないと答えなんてないもんね。好きだと思ったら伝えた方がいい。人生一度きり後悔のないように言って自分にも言い聞かせてる。いやー、すごい。ほんと人生一度きりだもんね。後悔ないようにがマジで大事だよね。私これめっちゃ大事だと思う。この人といる時の自分が好きだなと思える相手を見つける。何？みんななんかできすぎてない？人間ができすぎくんじゃん。男性の甘い言葉じゃなくて行動で判断する。かっけえかよってマジでそうだよね。言葉もね、大事だけどさ、行動まで持っていくってすごいもんね。ちゃんと考えてくれてるんだもんねって感じだよね。どんなイケメンもときめきも1ヶ月経てばただの日常。大事なのは違いを認め合う心の広さ。先生入学させてください。やば。何？やば。みんな何？なんかこれ恋愛の教科書できるくない？これで恋愛の教科書さ、作ってさ、出版できるよね、普通に。出版パーティーに呼んでくださいって感じなんだけど。初対面の印象が全てな気がする。でもね、私もね、初対面はね、結構大事な気がしてる。あんま合わないかも、この人って思った人で、
あんまりそっからいい関係になったことがそんなにないですね。第一印象の違和感は結果間違いない。好きになっちゃうといろいろ理由つけて見てみるふりしちゃう。なんだろうね、あのなんか好きになったらさ、なんかもう何もさ耳に入らない状態やばいよね。あれ怖いよね。自分が怖いよね。悪いとこ見ないようにしちゃうみたいなね、あるよね。で、ある時突然あ、ないわみたいな。怖怖いね。これすごい大事だと思う。好きな人ができてもその人のことばかり考えずに他に好きなこと、仕事や趣味も楽しむ。ほんとそれそれそれ祭り、マジでそうよね。その人にさ、脳が支配されたりするじゃん。その男の人だけのことしか考えてない女性ってさ、自分のものみたいな感じに思っちゃいそうだもんね。なんか手に入っちゃったみたいなさ、思われそうだもんね、普通に。それぞれがさ、男女がさ、まあ、男女じゃなくても、そのそれぞれが、二人がなんかこう、自立した考えを持ってるとなんか、素敵な距離感で恋愛できそうだよね。店員にさんに対しての態度、運転が荒いかどうか、ここ重要です。うわー、なんかこれ深そう。なんか深そうじゃない？私はちょっとわかんないけど、そこまで男性とデートをしたことがないから、そこまでね、ないから、なんとも言えないんだけど、でもそうなのかもしんないね。最初から自分を偽らないこと、成就しても、後々本当の自分を見せられなくて苦しくなってくる。え、絶対そうだよね。ねえ、なんで偽っちゃうんだろうね。なんかさ、いい格好しちゃうよね、マジで。何あれって感じよね。もうそのままの自分でいけよって感じなのにさ、やっぱ自信がないんかな、そのままの自分にさ。あー、もう何？ちょっと待って、これ見てたらなんか泣きそうなんだけど。だって悔いが残らないように全力で愛することとかさ、もうさ、なんかそうだよね。だってさ、もうさ、次の人生はないわけだからさ。いや、わかんないよ、なんかそのなんかいろいろあるかもしれないけど、その今この体で生きれるのはさ、今だけだからさ、ほんと悔いがないように全力で愛作ることってマジ大事だよね。素敵なことだよね。ね、これもすごい大事じゃない？相手に対して夢を見すぎない、期待しすぎないことです。減点法じゃなくて加点法で接する。え、大人かよって。やっぱさ、みんな大人すぎ。一生語りたいんだけど、一生話聞いときたいんだけど、これかっこいいかよ。男に自分の自尊心を傷つけられている時間ほど無駄な時間はない。ダメなら次に進もう。え、なんか泣くんだけど。え、泣ける動画じゃないこれ、完全に。え、みんな泣かない？やば。なにこれ。最初に感じたちょっとした違和感を信じろ。去るものは追わない。縁がないのはそれまで。え、なんかかっこいい。ちょっと待って。え、なんかみんなかっこよすぎてやばいんだが。え、待って。なんか、え、すごくないみんな。え、なんかちょっと、干渉しない。自分を見失わない。彼氏中心の生活にならない。はぁ、標語じゃん。この標語にしようよ。干渉しない。自分を見失わない。彼氏中心の生活にならない。我慢と承認は全く違うってこと。我慢はしんどいけど、承認し合える恋愛はマジでハッピー。なにこれ、めっちゃ素敵。大人すぎみんな。え、待って。なんか私が小学生だったらみんなもう、なんか社会人みたいな感じなんだけど。ちょっと待って、すんごい勇気づけられてる気分なんだけど、私。なんか、すごいさ、なんか素敵な仲間がいるみたいなさ、私にとって。はじめから距離感バグを、かっこ褒めるついでに髪触ったり、手触ったりする。それやばくない？は、他の子にも同じようなことする。他の子にも同じようにするから、本気で好きになるとやきもきする。みんなに優しいって意外と辛い。それは辛い。どうしてやばくない？距離感バグを。え、だってさ、でもね、わからんでもないのよ。なんかさ、慣れた男性ってやっぱよく見えたりしない？ドキみたいなさ、ドキみたいなさ、なんかあったんだけど、なんか今はそういうのちょっともうなんか、OK でーすって感じなんだけど、若い時こそさ、そういうなんかさ、慣れた男性にさ、なんかドキみたいな感じになったりしない？男に察しろはチンでも無理。期待しちゃダメ。察しろはそうだよね。だってさ、まあ、女子同士でもさ、普通にさ、伝わんない時とかあるもんね、別に。なんか女子同士って結構さ、なんか、空気でさ分かったりするけどさ、こんなん無理やろって感じだよね。言わないとダメだよね、やっぱりね、思ったことは。なんかみんなめちゃめちゃさ参考になるんだけど、やばいんだけど、なんか自分をさ失わないって大事だよね、多分。どんなさ恋愛でもさ、自分の気持ちをさ、なんかぐちゃぐちゃにしてまでさ恋愛してもさ、いくら好きだからってさ続かないもんね。そんななんか辛い我慢した状態じゃ続けてもさ、なんかいいことないもんね。なんかほんとさ、恋愛をさ人生をより豊かにするものとしてさ使えたら最高だよね。ほんとみんなありがとうね、マジでさ。ほんと勉強になる。素敵な恋愛してますか？何この語りかけみたいな。素敵な恋愛してますか？ほんとみんなあんまり悩みすぎないでね。なんかいろいろさあるけどさ、マジで自分に自信持つのも大切なんだろうね、恋愛するにおいて。ということで、今回も私のお茶時間にお付き合いいただきありがとうございました。またいろいろお話ししましょう。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。またのー。